クマ出没注意、クマだ。さあというわけで、さっき清美さんここからね20分以内で3品作っていただくと楽勝ですね。それでは行きます、よーいスタート。まずは時間がない時間がない中、一体何をするのか。おいきなり容器に置いて、あ、もしかしてさっき半蔵家を掃除してた時に発見した。さあこれを探してる間にもう時間がどんどん減っていく。さあその中発見したのはこちら。さあこれをネジの中に何ワットを探しているのか500ワットで3分。さあその間に他の具材を探していく。次に手に取るのは、あ、これ、なるほど、マジ両手使えるっていいかな、最高。ここで言えるのは主食を使わなければいいんだよ。どちらかというと半蔵さんのお酒が進むような料理を。あーちっちゃいから使いにくい。でもまあ切れやすい。さあ何かと一つの包丁に文句をつけるで有名な清美さん、そこでの様子は一体どうなのか。さあ細切りのスプーンを完了いたしました。さあこれに一体何をするのか。さあ材料を探していく、材料を探していく。次から次へと、もう自分の中でもうレシピは完全に完成しているようだ。さあ最初に加えたのは、なるほどこちら、もう完全にもう噂のレシピですね。これはオリジナルで勝つんじゃない、既製品で勝つ。これはもう家の方では何度も使えてる感じなんですか。そうですね、この前作ってました。いやミスター省エネ、あれですけど、手でほぐしていくと、で、非耐性レベル5ついてますか。さあレベル2てしてたら一体誰のかちょっとへーって言ってるし、うこちんですけど、これを、あー、そして、あ、出た、出た方と、うわー、はい、うわー、福神漬けの赤は美しい。まず一品目、福神ささみ入り。食事メインでささみ入りなんですね。さあ動きに全く無駄がありません。無駄があるのは全肉だけ。ファック。いい感じに正解しております。軽く和えて、さらに追加で程よい硬さに仕上げていくと。さあ、そして3つ目に取り掛かったのはこちら。まずは TRF ラストのこの一切れが怖い。あー怖かった、うわー怖かった。お、ついに鍋の出番がやってまいりました。さあ、後追いセサミオイル。さあその間に2つ目の2度目の練習が完了して、いや、はい、すごい、うん、ご飯欲しい。両手使えるっていいな。はい、こちら、はい、分かりました。はい、ありがとうございます。ザーザーっと入れていく。これらを一気に混ぜていく。はい、もうこれで完成。おー、さあ2品目とこう盛り付けられていきます。さあその間にさらに残って、お、上からかけたるわ。いっかー、飲んだー。残り、4分40秒です。水を入れた鍋に火をつけて、さあ残り一体何をするのか。サイの目にカットして、ちょっと大きなサイの目にカットして、水の中に入れる。ネギの細切りを切っていく。さあこちらを加えて、さあ手に取り出したのは、なるほどこちらを使っていくと。ただこれ水入れたことに後悔して、量が。さあこれを溶かしていく。溶かし笑ディディン。お、2つ目、福神漬けとマヨネーズの福神漬けとマヨネーズ、みんな大好き無限ピーマン。美味しそう。初めて食べる無限ピーマン。ピーマンじゃないんだよ、皆さんね。これだけのおかずなので、まあ、ご飯はまあ必須。ああ突然のひらめきでできた料理。味噌汁。味噌汁ということで。すげえ。すごい。僕ピーマン嫌いなんですよ。あ、そうなの。え、はい、やばい、マイナスポイント。だって苦いじゃないですか。子供。さあそんなピーマン持ってして克服できるかどうか。いや、お願いしますわ。いや、うめえなこれ。簡単に寝返った。
です、うん、これが無限ピーマンの魔力でございます止まらない止まらないそして続きましてキャベツ塩昆布炒め。俺ベビースター買ってきたのにこんなに、うん、和風そうですね、まあ、味付けは塩昆布だけなんで、塩昆布でも一番謎なのはこれですよ気になります。福神漬けとささみと一緒にどうぞって思ったんですけど、箸休め。これはあれですか、バーギーチャンネルのお通しで出せるやつですいい、いやもういい行っちゃって、これはグーチャーご飯ですよ塩昆布がいいな、うん、いや、濃さがちょうどいいね。昆布だけ、昆布、うん、昆布、昆布とほんのちょっぴりベビースター。じゃあ正直これが一番気になってる、うん、福神漬け、福神漬けと一緒にサバフク、いただきます。ゲーとマヨネーズ、これが、あ、え、めちゃくちゃ美味しいすいません、ちょっと混ぜて、あ、熱いと思うんで気をつけて。あ、熱いです。まあ見たら分かると思います。お母さんこれ確かに気になるんだよな。みんな気になる、気になるって、そういうのもあるのか、うん、というわけでですね、たった20分の間にこれだけのものを使えたということで、そんな状況下の中で次回はアトリエ半蔵さんとというわけで中二病チックにお願いします。視聴者のみんな楽しみに待ってるがよいぞ最後カスが歌う